はいどうも百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。パイプカッター税込み550円の商品なんですが、まあ、ちょっとね家に塩ビのパイプ、まあ、こういうパイプね、これがちょっといらなくなったんでいっぱい出てきたんですね、まあ、邪魔なんでゴミに捨てるにもあのままじゃ捨てれないということでいろいろ調べてたら、まあ、ダイソーにパイプカッターがあるというふうに聞いてたんで、まあ、ずっと探してたんですよね。意外と売ってなくて、いろんなダイソーさん行ったんですけど、なかなかねこのパイプカッターこれね売ってなかったんですけど、やっと見つけたんで、せっかくね買ってきたんで、まあ、実際ねどんな商品なのか気になってる人もいるかなと思うので見ていきたいと思います。切断サイズ、こちらがパイプ、3ミリから28ミリまでのパイプはカットができる、そういう商品のようですね。切断可能パイプっていうのが、まあ、こっちに書いてあるんですけど、軟鉄、銅、アルミ、塩化ビニール管ということで、ステンレスには使えませんということで、早速開けて中の商品ねじっくり見ていきたいと思います。シャッキリ商品はねこんな感じのクランプみたいな形してるんですけど、ここにカッター部分があります。であと、こちらねこれを緩めてやると徐々にここが広がってきますので、こんな感じで広がります。これがマックス広がったサイズですね。これ幅がだいたい 2.8 ぐらいということですから、この隙間に入るパイプであればカットが可能ということです。どう使うかってことなんですけど、ここがねローラーになってます。ここもねローラーなんですけど、これがねちょっと刃物のようになってまして、この刃でカットするという感じですね。この部分が刃になってて、このローラーで挟んだ形でカットしていくということです。ということなので、まあ一つちょっとさっきの塩ビパイプちょっとねカットしてみたいと思います。例えばここにね塩ビパイプがあるんで、サイズがまずちょっとね挟むには大きいんで、ちょっとこれを閉じていきます。ちょうどねここにローラーがね2つあるんですね。この間にパイプが来るように挟みます。こんな感じですね。これをあとは回す、こういう感じで回す、でちょっとと締めて回す、すると分かりますかね、ここにね筋が入るんですね。これでカットしていくんで、このノブの部分これを締めてぐるっと 2,3 回回します。ここをこんな感じでねぐるぐるっとすると、こんな感じで切断できます。これ塩ビパイプの切断面こんな感じですね。今回ね、まあ、僕の場合これ家にあって不要なものだったんで捨てるために短くしてますけど、こういう形で綺麗にカットできるので、必要なね大きさサイズのとこをスパッと切り落とすには便利な道具です。カットの仕方としては、まあ、こういう形でカットをしていく、まあ、要はここで挟んで、このローラーの部分とね、このここの部分がカッターなので、これをぐるぐる回して使う、これはこうやってカットをしていく道具になります。もう一個あるのが、面取り刃っていうのがどうもついてる。この部分、背中の部分に、ここにね、あるんですけど、こういう、ちょっとした刃が、刃っていうかね、まあ、ただの金属の、まあ、板みたいなものがここに出てくるんですけど、例えば今切ったこの切断面の、この内側、ちょっとこれ今触ってもね、やっぱ切った後なんで、ザラザラしてるんですね。で、これを、ここに挟んで、まあ、これをぐるぐると。するとこういう風に削れていきます。そうするとこの切断面の部分が丸くなって面取りができるということです。こっちのね外側の面、これはね結構綺麗にカットできてる感じなんですけど、やっぱこっち側のね内側はザラザラした感じなので、その部分をこの面取り刃使ってこういう形で綺麗にするというところですかね。こんな感じです。ということで、こちら500円、結構いい値段するんですけど、これ今塩ビパイプでしたけど、まあある程度のねアルミのパイプだったりとかも多分使えるんで、ちょっとしたね加工をする時に DIY の時にでもカットがしやすくなる、そんな道具になってます。これがねあるとね便利です。家で加工とか DIY とかに全くしなければ、まあ、必要のないような工具ですけど、私の場合は今回ねこの塩ビパイプをちょっと捨てるのにゴミ袋にね収まる長さにちょっと切りたかったんで買ってきて紹介した形です。
ジャンコードこちらになります。なかなか見つけきれないかもしれませんが、ダイソーの方で売ってますので、気になる方は探してみてください。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。